小出さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今日は、トリチウム。まあ、汚染水関係でもトリチウムのことをちょっと伺いたいんですけれども。はい。先月の18日に、東京電力は福島第一原発で高濃度汚染水約300トンが漏れた地上タンクの近くにある地下水観測用井戸から、トリチウムが1リットルあたり79万ベクレル検出されたと発表したっていうことなんですが、はい、この値は過去最大値だっていうことなんですが、79万ベクレル。これはどういう数字だということで理解したらいいでしょうか？はい。私のところは京都大学原子炉実験所という研究をしている組織ですが、はい、そこから例えば敷地の外に放射性物質を流さざるを得なくなった場合には、うん、いわゆる濃度規制というのを守りながら流すことになります。濃度規制ですね、はいはい。トリチウムの場合には私の職場から環境に流していいトリチウムの濃度は1リットルあたりに換算すると6万ベクレルです。それを超えたものはもう流してはいけないと、いうことになっているわけですが、うん、今回の値は79万ベクレルですから、うん、環境に流してはいけないという濃度の10倍を超えているようなものが、うん、井戸の中にすでにあるということです。原発事故以降ですね、いろんな放射性物質の名前が出てきて、まあ一回覚えてもまた忘れちゃうんですけど、はい、トリチウムというのの放射性物質の、まあ、性質というのをもう一度教えていただいてよろしいでしょうか？はい。トリチウムという放射性物質は別名三重水素と私たちが呼んでいます。うん、3倍重たい水素と書きます。うん、で天然にある水素はいわゆる普通の水素と2倍重たい重水素というのが天然に存在しているのですが、うん、どちらも放射能を持っていません、うん、放射線は出さないという水素が天然にはあるわけですけれども、この三重水素トリチウムというものは放射能を持っていて放射線を出すという性質のものです、うん、それでただしそのトリチウムというこの放射性物質が出す放射線は、ベータ線と呼ばれている放射線だけです。そしてそのベータ線のエネルギーが大変低い、まあ、数字で言うと 18.6 キロエレクトロンボルト という、まあ、ベータ線を出す放射性物質の中では、一番に低いと言ってもいいくらいの低いエネルギーのベータ線しか出さないのです。はい、そのため、生命体に対する危険度は低いです。ただし、うん、放射線を出していますのでもちろん無害ではありません。そして、水素というのは、はい、環境に出てしまいますと必ず水になってしまいます、うん、今現在汚染水とかいうのがあって苦闘しているわけですけれども、うん、汚染水の処理ということを、まあ、なんとかやろうとしているわけですね、うん、その処理というのは汚染水の中に混じっている放射性物質を水の中から取り出して水をきれいにしようというのが、まあ、実際にやろうとしていることなのですけれども、うん、トリチウムの場合は水そのものですので、うん、どんなにきれいにしたところでトリチウムだけは除けないのです。ですからすでにもう出て例えば井戸の中に入ってしまっているもの、あるいは、まあ、タンクの中に入っているもの、そんなものもトリチウムに関しては何の手も打てませんので、うん、いずれにしても全量を放出するということになってしまいます。なるほど。ただその地球というのは水の惑星と呼ばれるぐらい大量な水がありますので、うん、ただただ薄まってくれることを期待するということなのですけれども、うん、でも水の惑星で生きている私たちは基本的に水に依存して生きているわけですから、うん、その水が汚されてしまうということは生命体にとって大きな脅威になると思います。これはやっぱり他の放射性物質と同じで自然界にないものを作り出しちゃったわけですから。そうです。人体に対する影響についてもよくわからないことが多いということ。トリチウムに関しても、まあ、放射能的に分かってないということはまだありまして、はい、有機物
例えばタンパク質の構成の一部になってしまったときに、トリチウムが一体体内にどのくらいの期間残存するのであろうかとか、かなりその難しい問題がまだ残っていまして、はあ、トリチウムの影響も完璧に解明されているわけではありません。わかりました。それで、はい、まあ、この間ずっと汚染水問題がまあメディア含めて賑わわしていて、はい、で、まあ、どう見ても、まあ、水を、原子炉冷やすためにかけ続けなきゃいけない。でも、それは非常に高く汚染された水になり、しかも、まあ、福島第一原発は地下水が毎日300トン入ってくるような場所にあって、はい、まあ、とにかく汚染水がどん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 増え続けちゃって、もう写真で見ても、はい、いずれパンクするであろうと、これどうすんだろうってみんながまあ手をこまねいて、どうしても対策が後手後手にならざるを得ないっていう状態の中で、はい、小出さんは、水による冷却以外の方法を考えたらいいんじゃないかとおっしゃっている、と聞きましたが、はいはい、今岩瀬さんがおっしゃってくださったように、もう敷地の中がタンクで埋まってしまうような状態になっているわけですし、はい、近い将来もう破綻するしかない。というところに来ているわけです、うん、そこで私としてはもう水はそろそろやめた方がいいという発言を始めました。で、水の代わりにじゃあ何を使って冷やすことがいいのかということですけれども、ね、はい、今私が思っているのは金属です、例えば鉛とか錫とかビスマスとか比較的融点の低い金属がありますので、はい、そういうものを溶けてしまってで、どこかにあるはずの炉心に向かってもし届かせることができるならば、うん、その金属が炉心からの発熱を除去してくれるはずだと期待しています。ただしその方法がうまくいくかどうかということに関しては、うん、私自身も自信がありません。人類そんなことやったことないわけで、もう今の事故というのは人類が経験したことのない本当にひどいことが起きているわけです、うん、ですからどうやって対処すればいいかということを経験的に知ることはできませんし、うん、とにかく知恵を集めてやってみるというそういう段階なのです。これまでまあ東電あるいは政府の人たちがほとんどその外部からの知恵を集めないまま水だけを使ってやってきたわけですけれども、うん、ここまで来てしまったわけですから、様々な分野の専門家の知恵を集めて、うん、なんとか少しでもマシな方法というのを探さなければいけないと思います。素朴な疑問としては、はい、鉛とか、まあ、鈴を使ったとして、はい、その使った鉛とか鈴の今度は、まあ、汚染鉛汚染鈴の処理にえらい困るってことはないんですか？もちろんあります。ああ鉛にしてもビスマスにしても、まあ、鈴にしたって有毒金属ですから、はい、そんなものを本当はジャージャーと流したりしてはいけないわけですし、うん、これからそれをどうやって処理するかということの課題ももちろん残ります、うん、しかし今までのように水をかけるというやり方は本当に近い将来破綻が分かってしまっているわけですから、はい、なんとかもうやるしかないと私は思います。改めてもう一度その、はい、水に比べて鉛とか鈴を使うことのメリットとしてどういうことが想定される？汚染水の発生ということを抑えることができます。抑えるということですね。はい、はい、ありがとうございました。はい。